力大賞2007優秀賞の表彰を行わせていただきます、プレゼンターはですね、コンピューターエンターテインメント協会会長和田陽一が行います。和田会長、ステージまでよろしくお願いします。それでは栄えある13作品それぞれの代表の方にのトロフィーをお受け取りいただきましょう。たくさんのタイトルの中からの、はい、よりすぐりの13作品を絞り込まれた、はい、今13作品です。芸能人の数自体も経済ですよ、増えてますね。はい、ジャンルも増えてますし、その中から選ぶのも大変だろうと思います。13作品、13個の組織が今迎えている瞬間でございます。はい、その重みぜひ感じていただきたいと思います。もちろん今代表で上がってくださっている方々、その後ろにはね、それ以上のたくさんの方がいらっしゃるわけですからね。私はディレクターをこの商品で作ってさせていただいたんですけれども、e スポーツはですね、よろしいという話をしたe スポーツはですね、一人でも多くのお客様に e リモコンを触っていただきたいという強い思いで開発をしてきたんですけれども、今日このような賞をいただけたということは、皆さんにその思いというのが伝わって評価していただいた結果だと嬉しく思っております。本当にありがとうございました。最初に自分の振った通りバットが振れたりボールが動いたりする時のあの感じは39の僕でビッグバンという感じでしたね。ビッグバン起きました。ビッグバン起きました。ありがとうございます。みんなのビッグバンの感想届くじゃないですか、はい、どういう気持ちでした？そうですね、私たち自分たちで開発していてもですね、開発チームのみんなが一緒に遊んで作りながら楽しんでいましたので、そういう意味ではお客さんに楽しんでいただけることは確信してまして、実際そういう形で結果が出たので大変嬉しいと思います、ね、はい、ありがとうございます。さあ続きまして、狼大表、はい、カプコンの山下です。プロジェクトの関わりは、狼の進捗のマネジメントおよびお金の管理を行っていました。それ以上使っちゃいかんというオリジナルゲームの場合はお金がどんどん出ていくんですけども、それを、どこまで許すかという判断もギリギリのところでしておりました。そもそものコンセプト、大自然を舞台として、癒しをテーマに、ユーザーターゲットはあまねくあまたの老若男女というチャレンジングなタイトルです。そのタイトルを高く評価いただきありがとうございます。大変光栄に思っております。
それこそそういった部署におられるとそのスタッフとね喧嘩になる時もあれば 手を取り合う時もあると思うんですけど、いろんなことを経てこういう評価がこう出る、どういう気持ちなんでしょうね。そうですね、あの何度も空中分解しそうなプロジェクトだったんです。それが何とか出来上がったっていうのは、その癒しっていう世の中に反対している言葉のよりももっと本質的なところを、プロジェクトのメンバーが共有できてた、漠然とではあれが共有できてたっていうことが成功につながったと思います。ということで、こういった方面からの意見もなんかすごく聞けて嬉しいです。どうもおめでとうございます。続きまして、ガンダムの紹介、株式会社バンダイナムコゲームズの堀内と申します。役割としては、あの横にいる荒野のポリモンプロデューサーと一緒に、プロデューサーをやらせてもらいました。あの、まあ、もうちょっと役割に言うとですね、こんな感じですね。どちらかが何かを持って、どちらかが何かを持って、それぞれに、まあ、ガンダムの武装というですね、あの我々にとっても小江さんにとっても大きなキャラクターというかシステムの、を持ち寄って作った作品ですし、もうそれぞれ裸にならなきゃ、ものが作れないというのがあって、まあ戦闘になって裸になってお互いですね協力し合って、作り上げようという戦闘に立って、やってきたと思ったなんとなくそんな感じで。それぞれの無双ユーザーガンダムファンがこうすごくこう期待する、さらには PS3 っていうのはどういうもんなのみたいな、その期待ってくるわけですか。そうですね、ほとんど途中でも終わってからも何度も小島さんと小江さんと話すんですが、やっぱりガンダムであり無双であり、PS3 我々にとって初挑戦であり、非常にそのなんだろう、大きなプレッシャーだらけの中だったんですけど、まあ正直言うと楽しくチャレンジできたかなという感想をお互いに持って、本当におめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、続きましてデルタの人生です、トワイライト。任天堂の青沼です。この度ありがとうございました。私はですね、このトワイライトプリンセスには当初プロデューサーとして関わったんですが、途中からディレクターということになりまして、まあこれはいろいろあってのことなんですけれども、当初ですねゲームキューブで制作してたゲームだったんですよ。それがまあ途中からですね任天堂が Wii にハードを出すということになりまして、急遽それに対応した形で両方出してしまうという話になりました。まあ、とにかくその2つを作らなきゃいけない、しかも発売日、そのハードの発売日に間に合わさなきゃいけない、この2つがものすごい重圧になりまして、かなり髪の毛も白くなりましてですね大変な思いで作ったんですけれども、先ほど投票理由皆さんから寄せられて寄せられたものを見せていただいたんですけれども、ハードの特性にとってもよく合っていて、新しいゼルダを遊べた気がするっていうふうに皆さんが言ってくれたので、本当に苦労して作った甲斐があったなって本当に思ってます。ありがとうございました。報われましたね。やっぱりこう正直なところ、ハードがこの時期出るから、もしくは元々のハード違うもの作れ、むちゃ言うなよって思う時もあるんですよ。そうですね、ただね、まあ、自分の会社のことをあれですけども、任天堂って結構いろいろおかしなことをたくさんやるじゃないですか。それね、やっぱり開発者としては手出したくなっちゃうんですよ。これでもっといろんなことできるんだったらもうやらざるを得ないっていうか、やらないでいるとなんか開発者としてはダメなんじゃないかっていうふうに思っちゃうような、なんかそういうことをですねずっとやってきてて、でそれはまあなんかこう次々新しいゲームをですねこう作っていく原動力になってるのかなっていう、そんな感じがしてます。ゼルダの信用がすごいなと思ったのが、僕がこうちょっと謎に詰まったりして不適されてると、うちのかみさんがゼルダなんだから理不尽なはずはないんだから、もう一回一から考え直せって説教されるんですよ。それってすごいですよね、なんかね。ゼルダなんだから、あんたが間違ってるんだっていう。そうですね。それにね、その信頼を裏切っちゃいけないっていうのが一番のテーマなので、これからも、皆さんのその、信頼にですね、応えられるものを作りたいなと思ってます。さあ、続きまして、ドラゴンクエストモンスター。